ですね。で、まずはですね、映写機問題です。映写機ね、高いんですよ。本当に高いんですけども、ドイツかとかアメリカから輸入してました。で、買ったのはですね、工業紙ですね。あの映画をですね、売り込む人ですかがですね、買うんですよ。で、彼らはですね、そのなんだろう、映写機を買って、で、フィルム作品を買ってですね、同時に説明紙っていうのになったんですね。えーとね、説明紙のね。 何かっていうの、ちょっと言い方は難しいんですけども、あの、これ見てください。えっ、ー、とね、この右上にですね、自称、東洋のエジソン、すこぶる非常、駒田紅葉って書いてありますね。えこの駒田紅葉っていうのもですね、実はですね、あの、19歳なんですね、19歳のですね、ち道屋さんの店員さんなんですよ。あの、商店街とかで昔懐かしいですね、ち道屋さんっていうのが、 いますよねっていうか、まあ見たことない人もまあ大体どんなのか知ってると思うんですけど、そういう会社のですね、あの、店員さんだったんですね。その人がですね、エジソンのバイトスコープをですね、ちょっとこれ俺がやりますって言って、まあ最初はその陳ン屋さんの中に事業部みたいなものを作って、それをやるっていうふうに言って、最終的に自分がそれを買い取って、 あの、日本全国で工業するとこまで行ったんですけども、そのバイタスコープのですね、映写機とフィルムを持って、楽団15人を連れてですね、日本中を回ったんですね。そういうようなことをやったんですよ。で、おそらくですね、この、このですね、この、まあ、まあ、こんだけの種類のフィルムを持って回ったんですけども、あの、この工業、えぇ、ー、駒田工業の工業、丹次郎の村にも来てます。 これはな、なんだ、なんでしょうかね。断言できる。ほぼ断言できる。なんでかっていうとですね、どんな田舎でもですね、当時、小田公用は来たんですよ。あの、電気がないところまで来てるんですよ。電気のないですね、北海道の最果ての、かなりなんかこう、山奥の村まで回ってきてるという記憶、記録があるんですね。なんでかというと、とんでもなく儲かったからなんですよ。 なので本当に人がある程度100人以上集まっているところだったら本当に駒田公用の,の舞台来たんですよね。で、電気がない村ではどうやったのかっていうとですね、酸素ボンベ持ち込んでですね、ガス映射っていうのをやるんですね。これは何かというと光原で電気の代わりにですね、電球のランプの代わりにですね、アルコールランプ使うんですよ。で、アルコールランプなんですけど、それだったら光の量が少ないので、ね、そこに酸素ガスを足してですね、あの、光を増量するわけですねで。そこに微量のエーテルを混ぜることによって発 圧を整えるというふうなことをやるとで電気で回すようなクランクを手で回すわけなんですけどこのクランク操作と説明をあの駒田光雄は自分でやるわけですねクランク操作自分でやってるとね同じシーン何回も見せれるんですよでスピードアップもスピードダウンも思いのままだから自分が説明しやすいところはゆっくりと回してはいここが効くところですよっていう風うに言ってここら辺ちょっとよく俺もよくわかんないよとかキャーと回して早回しで早回しで客を笑わせるとかですねいろんな手錬手札を使って で、って見せたわけですよね。で、まあそういうですね、まあ公式の記録に残っている電気の本当にない北海道の最果てまで巡業来たんですからですね、炭治郎の村って、さっきのあの電子柱思い出してください。 で、電気あるんですよ。電気のない村にね、あ、電気のある村にね、来てないわけがないんですよね。で、おまけにですね、駒田公用以外に、この駒田公業以外にもですね、あの、工業士っていうのは山のようにいたんですいっぱいいて。で、そいつらが日本中ぐる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 回ってたんですよね。で、上映作品は、 これで説明するとですね、まず一番塗りになったのがこのカッポレっていうやつなんですけども、あとこの右上の方にあるですね、えー、三井五福店、三井五福店ですね、銀座の三井五福の本店が大繁盛しています。あとね、なんかこう、えー、すこぶる非常なる宴会っていうのがあるんですけど、これがね、あの、まあまあ、 えー、割とあの人の呼び水になったと言いますね、えー。この3つですね、当時の日本の風俗とか風景ですね。で、一番下にあるですね、あの芸者の手踊りっていうのがあるんですけど、これなんか日本初の商業映画と言われて、駒田幸雄自身が金出してカメラ買ってですね、すごいですね、多分この時駒田幸二22歳ぐらいなんですけど、金出してカメラ買って自分で撮影してですね、あの日本初の商業映画まで撮っちゃったんですけど、で、ところがですね、